登場の忍びである。しかしそれは過去の話。今ではその風魔が突如樹春城を制圧した。それはあたかも自らの存在を。奴の考えてることはまるでわからねえ。愚痴をこぼしながらも北条氏康は、神出鬼没の風魔が樹春城に居を構えるとは、これは風魔が氏康殿を招いている。ふん、まあ間違っちゃいねえだろうよ。この世界に来てからこっち、奴はオロチについたりなんだりで好き放題だった。契約を忘れたみてえにな。堂々と居場所を明らかにしたってことは、俺と向き合う気になったってことだ。まあただの座教って可能性もあるが、ここは風を捕まえるぞ。一緒に参って打ち。相手は筋金入りのお化けさんだ。何考えてんのかさっぱりわからない。気を張っても無駄に疲れるだけだ。まっすぐに奴を目指すぞ。よっ、耐えなる美はそれがしの心を掴んで離さぬ。よっ、踏まえ。早速仕掛けてきやがった。ここはこの周公金にお任せいただこう。追払いは引き受けた。氏康殿は風魔を獅子の方向にて風を収めていただきたい。おう、悪いな。背中は預けたぜ。後ろで気張ってる奴らもいる。俺がちんたらやるわけにはいかねえな。これで候補の憂いは立ったな。さすがは孫悟の虎どもだ。やりやがる。みっともねえ戦はできねえな。さすが、素晴らしい働きだ。君の活躍なくば我らに勝利はないだろう。いいことだ。そなたは我が策に欠かせぬ。一段と冴えておいでですな。引くしかないようだな。敵将、言わしました。おお、たけき獅子の方向が聞こえる。我らも力戦せねばな。よっ、よっ。さて、そろそろお出ましか。風を捉えてみどうする。氏康、炎が迫っているぞ。チッ、本気で殺意を向けてやがる。やっ
しな。俺はまだ生きてる。ドアホーを残して死ねるかよ。その調子で突っ走れ。最後まで俺が見ててやるからよ。盛大なもてなしだな、お化けさんよ。俺の勇気を試してるのか。付き合ってやったんだ。いい加減顔を見せろよ。我の雑魚のことごとく打ちやすい。俺の素直な良い不能だ。やっと出やがったか。俺待ってろよ。働きだ。君の活躍なくば我らに勝利はないだろう。やっ船を壊す川の戦場を駆け巡る様、春のつむじ風のごとくだ。いや、まず花の嵐を巻き起こすか。くだらない先に打ち出す。お前を倒すためにはいらぬ勇気を使い切っちゃう。俺と再契約してくれるか、お化けさん。風も契約には縛られるのだ。ほな、勝利の前、回してもらいます。お化けさんよ、不思議なんだよな。なんだって、今になって再契約してくる。この差、臆病な打ち合わせが心配になって。気遣い